秋田県立大館工業高等学校は、秋田県大館市毛岡町勢市に所在した、県立の工業高等学校。通称、立田組。所在地の大館市、花岡町は、国内有数の鉱山であることから、最高化を有する鉱山町にふさわしい、県立工業高等学校として発足した。その後、時代の要請に応え学科も充実し、電気化、機械化、土木 金属工業化、地質工学化からなる、北鹿地方の工業教育拠点となった。卒業生は1万3千余名を数え、秋田県を中心に中堅技術者として活躍している。現在では、地元工業界の変遷や少子化等の影響から、電気化、機械化、土木、建築化の参加に、学科再編を行った。背景に柏戸からすぐち持ち、その中心に、 工業の頭文字である、こう据えている。高下1940年代後半、秋田県北秋田郡花屋町にある、花岡鉱山では、慢性的な技術者不足に悩んでいた。地元教育界では、技術者の育成が急務となっており、花屋町の山本常松町長らが中心となって、鉱山町花岡に、工業高校を合言葉に、高等学校誘致運動を進め、 北四地方発の最高化を有する県立工業高等学校の発足までに至った2013年創立60周年を迎えた大館工業高等学校には次の部活動が存在する小貫木博士人ありがとうございます